はい、どうも皆さんこんばんは。ということで今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども、今回はですねちょっとねうちの、ペット用の在庫をほんの少しだけ紹介しながら、後半はフクロモモンガと一緒に遊んでいこうかなと思います。それではやっていきましょう。はい、ということで今回ねこの商品を使って遊んでいきます。マッサージシリコンブラシですね。フクロモモンガとかハムスターとかデグーに使えるやつです。さあマッスルジム、これ犬用の、おもちゃなんですけど100頭ありますから皆さん気をつけてください。裏にちゃんと100トンって書いてありますからで、あとはペピオさんのさつまいものペーストだったりムーコのやつもあるしね、フルーツ、ビタゼリーね、そして三つ星グルメのジュレですよ。いいもん食べてますねあとはねこれカルカンさんの2種のセレクション、これ結構お得だった気がする。確か値段もそこまで高くないっていうか結構安かったと思うな。で、あとはニュートロの、これはペーストですね、チキンのペーストだったかな。あとは玄米とオートミールのクッキー、そしてこれこの間紹介したやつですね、ヘルシーレシピ、小動物用のおやつですね。で、こちらが、ミミコのシュガーグライダーフードの在庫です。もうさ、これもハムスターの、フードの在庫なんですけど、もう在庫がさいくつかないとすぐ足りなくなるんですよ。そうだからこれもプレミアムミックスフードも、野菜とフルーツと各種2個ずつぐらいは常にあるっていう感じですね。そして、これが床材ですね。床材も、各フレーバー1個ずつありますそう好きなんですよ、ほんといい匂いするんですよこれで、まあ、この辺は使ってる在庫ですね、もう本当にちょっと一部っていう感じで、いろんなところにね在庫があるんで、まあ、ここはおもちゃだったりとかおやつだったりとかが入ってて、上は企画で使った土鍋とかその辺のものが入ってますね。そして、これがね回し車体育の時間で使うやつ、あとはヒーターね、ヒーターももうちょっと買わなきゃダメですよね。そして、こちらね遊んでいきましょう。これね小島さんのやつかな、マッサージシリコンブラシっていう商品なんですけど、ハムスターとか、今ね映っているフクロモモンガだったりとか、あとはデグーさんに使える商品らしいです。この商品はね、これシリコンでできてるんですけど、そのシリコンのソフトタイプのもので、これでこうしてマッサージをすると、血行が良くなったりとか、あとは、飼い主さんとそのペットの子の、コミュニケーションの一つになるという商品ですね気持ちよさそうだね。ミミコはねもう年齢も重ねてきてるので、ちょっとね脱毛が入ってるんですよ。だから血行が良くなって回復してほしいねまあどんな姿であろうと僕は気にしないんですけどね、はい、ということでちょっとね今ちょっと音声を一旦止めてまして、再度やっていこうかなと思うんですけども、まんざらでもない表情してますよね。多分気持ちいいんだと思うけど、ちょっとラバー当たってないよまあ撫でられること自体がフクロモモンガ、まあ、特にうちの子好きなので、多分気持ちいいんでしょうね。まあ、こういう触れ合いをね普段からしていると、ちょっとした皮膚の異常だったりとかそういうものも気づくことができるし、なおかつね、例えば何かトラブルがあったりとかした時に、動物病院とかで、人をその何て言うのかな、獣医さんの先生の手が怖くなくなったりとかするんですよ。まあ病院の先生とかだけじゃなくて、お友達でそう来てくれた人とかがさ、わかわいいってなったりとかした時に、人に慣れてるとある程度は体勢がつくと思うので、すごく大事ですよねこういう触れ合いはね。
されるがまま されるがままの人いる。まあでも僕は個人的には直接触りたいなってちょっと思ってますけどね。いやでもこの子にとってはすごくいい商品だなと思います。気持ちいいだろうしね。ということで本日も最後まで本当にご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。なんかマッサージされて虚無感になってるね。